中村聡と申します。あの私知ってる人がほとんどなんですけど、今あの法人障害やってます。この水野晋作です。中村さんと同じ名古屋駅前支店で法人障害をやってます。井上恵里です。今は島田支店で窓口をやってます。中山ゆりなです。今中村支店で一般障害やってます。あの地方銀行の営業とかだと、これ綺麗事抜きでやっぱりお客さんを喜ばせるために仕事するっていうのがすごいあるなって思ってて、で自分も学生の時はあのテニスサークルに入ったんだけど、サークルでもどっちかというと運営側の立場は結構多くて、その飲み会とかでも自分がこう回していくじゃないけど、こういろいろ振っていくというか、そういうのがあって、でそれで場が盛り上がったりすると自分がすごい気持ちよくて、こう誰かのためにやってあげてそれが返ってきて、結果自分が一番気持ちいいみたいなところが意外とリンクしてるかなっていうのはちょっと思ってて、多分ちょっと通ずるところある気がするんだけど、どう思う？結構似てますけど、僕の場合は学生の頃すごいアルバイトホールで頑張ってたんですけど、やっぱ人と話すのすごい好きだったんですよ。で、常連のお客さんとかもいたりする中で、そのお客さんに覚えてほしくて、その学生の頃は。で、それ社会人になって今銀行で働いてた時に、やっぱ地方銀行って、その愛知銀行では地方銀行、やっぱりこの地域密着ってなった時に、真の地域密着の営業ってやっぱこうずっと忘れられないぐらい接する期間も長いし、こう密度の高い時間を過ごしたお客さんと銀行員が、なんか地方銀行ってイメージがある。メガバンクってどちらかというとこうさらっとしてる仕事上の付き合い。そうですね、地方銀行ってやっぱりこう膝と膝を付き合わせて、もうお客さんと仲良くなって仕事していくみたいなイメージがあって、なんで今でもそのお客さんに忘れてほしくない、印象に残るような仕事がしたいなと思ってやれてる部分は、学生の頃の自分と通ずるところがあると思ってます。うちの銀行はやりたいことも、そうもちろん提案もするけど、まず何がお客さんとできるかっていうのを考えて話をしていくから、結構入り込みやすかったりするから、そういうところが、まあ、大枠だと人っていう部分だと思うんだけど、そういう入り込むスタイルっていうのはわりかしうちの銀行のカラーなのかなっていう気はする。愛知県とかその地元その支店があるところで自分のお客さんが活躍してるっていうのはすごい嬉しいなって思うし、私最近転勤してきて、自分の支店のすぐ近くのところに仕事しに前の支店のお客さんが来てて、連絡してきてくれて、今近くで仕事してんだよとか言って、で今度また名義この辺も他にもね現場があって来るんだとか言ってるのを聞いて、ちょっとそういうのは嬉しいなと思って、やっぱ愛知県で働いてるからこそ他の支店に行っても関わる機会があるんだなと思って。確かに、これメガファンクだともう県またいでる。そうですね、いっぱい支店がある中でそのお客さんと出会うってなかなか今日奇跡みたいな感じじゃないですか。自分のお客さんがやってる商売を自分の地域で他のお客さんもやってたとしたら、やっぱり自分のお客さんに勝ってほしいんですよ、担当してたら。だからそれでまあ競争してって地域が発展していくのかもしれないですけど、お客さんが地域のためのことをしてるもんね。そうですね、仕事愛知県のためのことをしてる、そのサポートしてるって感じですか ね。 そうですね、本当にそんな感じですね。多分意外と就活生の子たちでそんなことできるのっていうことあると思うんですけど、例えば事業承継を考えてるときに代替わりをする、だけど経理の人は多分代替わりをする前の会長と同い年ぐらいってなると、やっぱ新しい社長すごい仕事しにくい、だから社長から個別に相談で、もうちょっと若くて自分と同い年ぐらいで将来一緒にその同い年ぐらいになっていくまで やれる、例えば営業セクションの 役員が欲しい、経理セクションの役員が欲しいみたいな時に、そういうハイレベルな人材の紹介をしたのは結構なんか地銀っぽいなって思いました。距離感が近くないとまだその悩みの相談が出ないと思うんですよ。話してもしょうがないじゃないですか。はいはい、くらいそうです。できるもんね、そういうこともうち、ね、銀行でも全然できるから。やっぱり相続、
ですか。まあそうだね、資産すごくたくさん持ってて、もう相続対策もできてる、じゃあこのお金今後どうしようっていうふうにすごい悩んでる人が多くって、でまあそれでまあ、プロにつないでいくっていうところで、まあ、お客様の今の全部の資産の洗い出しから全部やってって、まあ、最終的には、まあ、お子さんに残すなりしていくと思うんですけど、あのお子さんとかに喜んでもらえるん で、まあ、その人がまた愛知銀行のファンになってくれるって言って、どん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 つながっていくのかなとは思うので、あの愛知銀行ファンのお客さんってすごい多いと思うんですけど、最近会ったお客さんに言われたのは、一番最初の取引の時にあの口座開設今厳しいじゃないですか、うんうんうん、であの新しく事業を始めようと思って口座開設する時に、他行さんでは断られたけど、愛知銀行さんは嫌な顔せずに受け入れてくれたって、その時の担当の人も、あの口座開設だけじゃなくてその後もずっと融資とかも絡めてこうずっと関わってくれた、ずっと親身になってくれてたっていうのを聞いて、だから愛知銀行さんとずっとこの先も一緒にお仕事していきたいと思ってるんですっていうことを言われたんで、歴代担当者がお客さんとしっかり向き合って続けてきて、それ担当が変わっても同じ状態が続いてるからこそ、ずっと愛知銀行のファンでお客さんがいてくれるのかなっていうふうに思います。譲れない信念ある、なんか今までの話なんか通じてきちゃいそうな気はするけどね、うん、顧客本位じゃないけど、あの100対0でお客様側に立つ、うん、そうだよね、そうだね、これはいつも人にも言ってるんですけど、これ最悪の信念だと思ってる営利団体の人間としてはお客様が困ってるんだったらやっちゃう、100ゼロは難しいよね、どう頑張ってるそこがなんかガチッと固まったね、多分ね、どう私は硬くなっちゃうかもしれないけど、お客さんに誠実に向き合うこと、どんなに分かんないこととかあっても、もうできるだけ曖昧には答えない、うんうんうん、で、まあ、やっぱり後々はお客さんの信頼とかにもつながっていくのかなとは思ってます、うん、あのお客さんと担当者じゃなくて人と人として向き合うっていうところは大事にしてます。その人を知る、うんうんうん、そこから入っていけるかなって、うんうんうん、その形ないものを取り扱ってるからこそ自分をどんだけ売り込めるかだと思うので、自分たちが商品なんで、私たちは勉強になります勉強になります、私たちが商品なんで、私たちが商品、愛知銀行ですみたいなあのどこ誰に聞いてもあの人すげえなって思えるような人になりたいなっていうのは今本当に綺麗事抜きで思ってるんだけど、できてる俺、いや、できてると思います。できてる。体現できてる。体現できてる。はい。だからもう本当に携わった人たちの印象に残る仕事ができたい、をしたい。当然、まあ、営業なんで今だったら数字ちゃんとやってきて、あの影響力あるというか、まあ、その先輩は煽れるし、後輩は引っ張れるしみたいな、実績の部分も積んでいけばやっぱ忘れないと思うんですよ。あの人すごかったなとか、うんうんうん、あいつ使えたなっていう。でもそれってやっぱちゃんと一生懸命仕事しないと忘れられちゃうと思う。そんなやつおったけど一緒に仕事してたけどあんまり印象にないわって思われないような仕事。どう井上さん、私はまだまだ多分この目標には遠いかなと思うんですけど、まあ、お客さんからもその行員からもやっぱり頼りになる人っていう風に思われたいなとは思いますね。子供が生まれてとか、ね、育休産休を取っても働けるし、働いてる人もすごく多いと思うんです、今うちの銀行って、まあ、なので、まあ、若い人も、あ、井上さんもお子さんいるけどまだバリバリ働いてるよねっていう風に思ってもらえるように、あの働いていけたらなとは思いますね。環境整ってるもんね。整ってます ね、全然働けるもんね。働けますね。入ってきやすいですよ、ね、うん、じゃあ最後になんかどう、銀行って今本当に何でもできるじゃないですか。だからこそ、まあ、若いっていうのもあるんで、いっぱいいろんなことにチャレンジしてたくさん経験して、本当幅広くいろんな提案ができる担当者になりたいなと思ってます。結構嫌なことと経験したい、やりたくないこととかあるんですね。何でもできる仕事ってあんまりないと思う。お客様とお客様をつなげて、かつそこに必要なお金も提案できる、これ
これ銀行員の醍醐味だと思って、で、まあ、その部分が面白いなっていうのと、あとこんな僕みたいな小僧が社長と直接お話ができるっていうのもなかなかないというか、あとやっぱり仲間がいいなってめちゃくちゃ感じて、もう一生ここでお世話になりますっていう風にしか今思ってないかな。やっぱ働く上で大事に思ってるのは環境なんで、実際に今3店舗目なんですけど、全部良くて、でまたお客さんがみんないい人なんで、支店の人だけじゃなくてお客さんが支えてくれる、全てがいい環境なのかなって思うんで、働き続けれるかなって思います。お客さんもそうだし、行員の人にも支えてもらったから今続けれてるかなっていうのもありますね。プライベートでも仲良くしてくれる先輩結構多いんで、その辺は何でも相談できるし、すごい頼りにしてます。まあ、それで乗り越えてこれたかなと思いますね。これからもそれで乗り越えていくと、はい、逆にこれからはもう私も5年目になるんで、まあ、後輩のそうね、にそういう先輩としていろいろ教えてあげたりとかサポートしてあげていけたらなとは思いますね。その気持ち忘れちゃいかんね、はい、怖いんだけど何目線なんだろうやっぱり忘れていきますからね、初心をみんな、まあ、そうだね、そうだね、まあ、最終的には愛知銀行はいい銀行ってことだね